んにちは。あたしユナ、私立白岡台女子高校の1年生。今まではなんてことのない普通の女子高校生だったんだけど。第21回ミス銀河お嬢様コンテストグランプリ、お役の構成からミスお嬢様に選ばれたのは地球代表の神楽坂ユナさん。そうなのよ、友達のなっちゃんが私に内緒で応募したミス銀河お嬢様コンテストで私グランプリになっちゃったの。それからがもう大変。いきなりアイドルとしてデビューさせられちゃうし、テレビ出演やコンサート、雑誌の取材やアルバムの録音なんかで全然普通の女子高校生じゃなくなっちゃったのよ。その日も仕事でクタクタになってお部屋で寝てたの。そしたらね、ユナ、ユナ、あれ、ママ、やっと会えました、ユナ。何？いやー、お化け！私はエルナ、あなたの分身。私はあなたのことをずっと待っていたんです。もうびっくりしたわよ。で、エルナが言うには、ものすごく昔にこの銀河系で光と闇の大きな戦いがあったらしいの。でも闇の力はすごく強くて、エルナは光のリーダーとして最後まで戦い続けたけど、ちょっとの差で負けちゃって今まで封印されちゃってたんだって。ユナ、よく聞いてください。闇の力は今どんどん増大してきて、この銀河系を我が物にしようとしています。え？この前もお嬢様コンテストの予選通過をした女の子たちがたくさん行方不明になってしまいましたよね。あれもそうです。でもさらっちゃったりしてどうするつもりなんだろう。それは、あの子コンテストの時一緒に出た水野陽子ちゃんだ。なんであんな格好してるんだろう。あれはバトルスーツです。やっぱり闇はユナを倒すためにお嬢様をさらって戦士に仕立てているんです。なんでよ。それはユナが光の救世主だからです。戦いますよユナ。え、どんな危険からも守ってくれるスーツです。何をしている、戦わないのか。ちょっとあんたうるさいわよ。もう夜中だし周りはみんな寝てるんですからね。もう少し人の迷惑考えなさいよ。黙れ黙れ黙れ。お前さえなければ私がグランプリになっていたのに。絶対許さない。スーツのエネルギーが切れただけですから。それより闇はまだまだやってきますよ。心してかからないと。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。